ママが DCU 見たいからって、ハーピョンまで DCU 一話も見てないの。だから逃げ出してきた。でも真犯人フラグまでには返してもらえるみたい、返してもらえるみたいなので、はい、リモコン券を、うん、いや自分の部屋あるんやから自分の部屋で見やって思うかもしれないんですけど、ドドドドドええんですわ。さあということで、今からじゃあ何時にしようかな、10時になったらローモバの魔獣を出します。嘘、22時魔獣こんばんは、やっちんさん、ハートありがとうございます。長島リゾート、長スパ行きたい、うん、ブリ美味しかった、ブリもホタルイカも美味しかった、もずくもうまうま、うまうまでした、うまうま。ジョニーさん、ハートありがとうございます。31日昼公演が謎すぎる、何があるんですか知らなすぎる、何があるんですか、何かあるんですか、え、本当に知らない、何があるんだ。何があるかな、何があるかな、てれれ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 完全に何があるんだろう、誰も教えてくれないっていうか謎すぎるって言った方教えてよ、昼何があるんですか。何の公演だ、分かんない、まあいっか。パンダさん、ハートありがとうございます。昼公演の前に通常公演、別にいいんじゃない。あれ問題あるっけ、あれ問題あるっけ、別にいいのでは、嬉しいじゃん。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ね、全くなんかいつ誰が出るのかっていうのがまだ分かってないので、そうだからちょっと何とも言えないんですけど、
だから31に出るのか6に出るのかわからないので、平日に昼公演があるのが珍しい。チーム K は17人いるから2回公演では終われない。あれ、かなちゃんの卒業公演ってその前にあるよね、多分。だからできるんじゃないですか、16人。まあそれは分かんない、みんなちょうどぴったりあれかは分かんないけど、アンダー合わせて222なのかは分かんないけど、ね、ワンちゃんぴったり説ある。いやーちょっと私もわかんないんだよね、まだ何にも。チーム K。劇場公演、誰がってか、なんかいろんなメンバーさんがさ、いろんなポジションやってて、誰がなんかどこに出れるのかが分かんないから何とも言えないや。でも私のなんだっけ、昼は匂わせがあった模様。どういうこと？あ、もう31にお昼出ますって言ってる人はもう分かってるってことですか？え、じゃあ私出ない？え、待って、分かんない、まだ分かんない、ごめん。分かんない、私勝手に31に出る気満々だった。まあいっか。サプライズレバーさん、ミラーボール4つありがとうございます。パンダさん、ミラーボール2つありがとうございます。トラックエローさん、ミラーボール3つありがとうございます。9個も歌います。わあ、バーストさせられちゃったよ。まあ待って、また来てる。モノクロームさん、ミラーボール3つありがとうございます。12ありがとう。魂よ生きること、生きること、俺はしがみつく、傷つくことを恐れてはいない、どんなにきつい道のりもちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、ただ一匹の虫になる。ありがとう。あと6個。次はフラワー歌詞。心の片隅フラワー、小さな花が咲、心の片隅フラワー、小さな花が咲いた、あの日の願いはゆっくりと
と日向の中咲いた、それは長い道のり、風に吹かれて雨に打たれた、今できることだけをただ正直に信じ続けた、あなたのひたむきさが太陽の、うん、待って、ただ正直信じ続けた、あなたのひたむきさが、うん太うん、あなたのひたむき、わかんない、ちょっと待って、迷子、あなたのひたむきさが太陽、迷子、やばい、太陽勇気くれたはいけるんですけど待って、迷子してます、やばい、あなたのひたむきさが、ただ正直に信じ続けた、あなたのひたむきさが、が太陽のように、あ、がは下がりました、すいませんあなたのひたむきさが太陽のように、ここで上がるんだ、信じ続けた、あなたのひたむきさが太陽のように、くじけそうな私に勇気くれた、で6のはず、これで12のはず、1、2、3、4、5、6、ありがとうございますミラーボールありがとうございます。わー、9時の大吾さん、ミラーボール4つありがとうございます、ありがとう。サビに入ります、あなたのひたむきさが太陽のようにくじけそうな私に勇気くれた、可憐な花びら、フラワー、一つのその夢形になった、両手を広げてまっすぐに火を受ける命、一人のち、ここちょっと一回確認しよう、待って、ミラーボールがめっちゃ来てた今、待ってね、まず9時の大吾さんの4個分歌います、これで、待って、分かんなくなっちゃった、あー、この頃の形にフラワー、小さな花が咲いた、あの日の願いはゆっくりと、日の
日違う彼の日を受ける命からか次からだ。日を受けて咲いた一人の力では咲かない花があるよ、そばにあなたがいてくれたからこの願いが叶ったんだ。これを2つ歌って久慈野大吾さんのが終わります。一人の力では咲かない花があるよ、そばにあなたがいてくれたからこの願いが叶ったんだ。ということで久慈野大吾さんミラボル4つありがとうございます。で、D メロむずいね。誰がなんかいっぱいくれたんだろう。チームようちゃんさんミラボル10個ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと頑張って歌います。一番美しいフラワー、あなたの笑顔が日差しになり、ここまで育ったこの花はまるで愛のように、まるで愛のように。まずミラーボール3つありがとうございます。次の曲は何でしょう。ジャーバージャーですっけ、多分間違えてたらまあ許してください。3曲は覚えてるので、まあ、ジャーバージャー、希望的リフレイン、大騒ぎ天国っていうことは覚えてるので、その3つを歌えれば OK。 3セイジャーバージャー、ジャーバージャー、ジャーバージャー、ジャーバージャーオーナイロー、ジャーバージャー、ジャーバージャーインザクラブ、イエーイ、深く息を一つついて、嫌なことはもう忘れてしまえ、星さえない真っ暗なこの街でも、遠い空から夜は明けるんだ、午前0時過ぎたら誰もが生まれ変われるよ、夜恋人に揺れて Tonight Tonightトゥナイヤイヤイエー、ありがとうございます。ミラーボール10個ありがとうございました。ありがとうね。音ゲーめっちゃやってたわ。さあ魔獣出しますよ私。いいのかな出して。ローマ場に集合。あ、まあ出たら来るっしょ。
私もね20分に配信終わらないと真犯人フラグがやばばばばなので、そう20分に終わって下降りてママに、ママ真犯人フラグだからもうそれ終わりって言わないといけないので、もうスタスタ行きます。ウサギさん3匹出さなきゃいけない、3話だった間違えた、行きまーす。1話目ポチリ、行けーみんなー、行くんだー。ドボンもちょうど終わったし、ゴールデンベッドタイム。ウサギ6話マジ6話も出せんのやば豆と小麦と名前何にしよう、豆と小麦と豆と小麦と豆と小麦にしますね。はい、6話出せんの、ちょっと待って、それはちょっと想定外だった待って、それはちょっと想定外だったわ一旦。うん、さて誰が、うわー負けちったや。じゃあ続きで出しますね、もうドゥンドゥンドゥンって出していくので、はい出しましたよ皆さん。豆と小麦ともか？ピータロー？オッケー、大麦受ける。最近ちくわの曲が TikTok で流行ってるんですよ、なのでちくわにします一人はい、なおさんおめでとうございます、お伝えしますよ、またまた次に、はいはい、ポッ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 ポン、はいポン、やだもずく絶対可愛くないじゃんもずく目高にするんでしょ、うさぎなのに目高なの変だよ。うん、な靴下に牧草入ってんだけど、あ負けた、ベッキー867さんおめでとうございます。いけいけ、こいつめっちゃ出してんなって思われそう。来るかな外の。あ負けた、 CY ハローさんかな、まだまだ行きますよ、ういめっちゃ呼び出してるこのギルド、一気に呼び出すスタイルね。ウ
サギを飼うのは大変ではないです。あ、ピエピエは、あ、私が行こうとしたら先にやられてた。誰にやられてたのか分かんないよ。だから行こうとしたらもうあなたの狙ってなのは消えましちゃって。ピエピエはあのママに DCU 見たいからって言われて、ハイピョンは DCU 見てないんです、まだ1から。そう、まだ0話なので、だから見えないからうーって思ってショールームしに来たって感じ。ハーピョンも1回ぐらい倒したい、ウサギちゃん。あ、やられた、またツッチーさんおめでとうございます。セリカのインスタすごい？待って、配信終わったら見るわ。あ、もう呼び出せない、終わっちゃった。ピーピエー、あ、最後の一回行けなかった。あ、終わり。早かった。あ、やばいやばい、メール送ってない。もうドゥ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 って出したらドゥ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 って終わりましたね。名古屋行きたいんですって。名古屋なのかな、愛知に行きたいんですよ。なんかさっきツイッターで愛知の美味しそうなお店をね見つけたの、ハンバーグみたいな。さっきツイッターでいいねした、めっちゃ美味しそうと思って行きたいよって思いました。さあ、あと10分ほどで発表は終わります。ぴょんちゃん2回魔獣討伐してますやん。え、それ多分私じゃないよ。それ多分私じゃないよ。え、嘘、ハーピョン、ハーピョン多分それ違う魔獣じゃない。そしたら今回のウサギさんの魔獣じゃないと思います。ちょっと待って、あれ、違う魔獣、あれ嘘、私か、あ、魔獣、多分魔獣呼び出しボーナスだと思います、それ。そう、呼び出したらボーナスもらえる、イエーイ、みんな感謝して。上から目線のギルド長だな。ボス、うっす、ボスでござる。じゃあセリちゃんのインスタを見てみましょうか。なんかインスタ次何にしようかなって考えてて、なんかもう一個あるんですけど、もう一個どうしようかなって思ってちょっと今迷ってるんです。うん、だからちょっと迷ってる、次の載せたいけど何の写真にしようか迷ってて、まだ載せれてない。長野セリカインスタ、わー、びっくり、すごい、コメントの数やば、すごセクシーな。てかセリちゃんチャイナドレス似合うな、マジで。色白いからさ、何でも似合う、ナースも似合うし、何でも似合っちゃう。わお、かわいい。
この顔なんかうんって感じうんって感じの顔かわいい。うん、ふーんって感じの顔がかわよそでござる。バージョン R さんハートありがとうございます。ということでこのあと10時半から真犯人フラグが入るんですけれども、おやややや、あ眠たいね。多分755では絶叫するかも。いやわかんない、もうそれも755に文字打ってんのもあれすぎて、うん、一人で叫んでるかもしれない。隣のママはあのね見てないの、だからママにうるさいって言われながらもしかしたら見てるかもしれないんですけど、最終話まだねこれまでね見てないよっていう人のために、真犯人フラグとはどういうドラマなのかを解説、まあ、大体解説させていただきましたですね。まあ、4人家族のですねパパ、4人家族がありましてですね、パパがお仕事から帰ってくる間にそのうちの3人が同じ日に失踪しちゃってたんですね。でそのうちのまあそこでですね、まあ本当にいろいろありまして、まあこのいろいろの部分がめちゃめちゃ面白い、このドラマの考察っていうところのめっちゃ面白いところなんですけど、まあなんかそうですね、なんか真犯人フラグのことについて喋ったらなんかバンされるみたいなので、続きはHuluさんでご覧ください。それではそうですね、きっとなんか魔物がはいいるらしいので、それではさよなら。ね、AKB48 公式さんからいいねされたんですけど、ツイッターそのツイッターのいいねされたのがハルピョンのこと揺らしてください、多分この衣装は多分この衣装ということはお腹チラリですよ、寝る前にゆらゆらするハルピョンをじっと見て眠くなあれっていうやつをいいねされたんですけど、公式さんの中の方もハルピョンのお腹を見たいということでよろしいですからね、へへへへ、キャー、ああ、あ中の人知ってるんで女性なんで大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫ですよ皆さん、はい、安心してください。安心してください、女性ですよ。ということでランキングいきたいと思います。明日はホワイトデー、ハルピョンはみんなに何もプレゼントできてないので、うん、大丈夫。女性な、多分わかんないけどそうだと思いますけど、違うのかな、確実に私と私がなんかツイッター中の人やってますって言われたことはないんで、男性かもしれないんですけど、わかんないんですけど多分この方だろうなみたいな感じ、そう多分あのマネージャーさんたちなんだろうなっていうのはあるので、でももしかしたら男性かもしれない、男性だったら、ということで、それでは配信終わります。ランキング読みます。急に始めて急に終わってごめんね。バイバイ。はい。いきまーす。1位、チームようちゃんさん、ありがとうございます。2位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位、モノクロームさん、ありがとうございます。4位、9時の大悟さんありがとうございます。5位 A ダッシュアットピョンズさんありがとうございます。6位トラック野郎アットゴリさんありがとうございます。7位パンダさんありがとうございます。8位無音だけどピョンちゃんが好きな北里浩平さんありがとうございます。
9位マックミックさんありがとうございます。10位山内さんありがとうございます。11位ともゆきさんありがとうございます。12位バージョン R さんありがとうございます。13位すみちゃんと大阪市内に引っ越しました、家を追い出されただけさ、うち来る家追い出された、うち来る、やばいやばいありがとうございます。そして本日のラッキーエイト88位はドゥドゥーン吉則528、みゆまるさんです。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました、みんなもぜひ真犯人フラグを本当に見る予定がない人、今後も見る予定ないなっていう人はぜひ最終回だけでも一緒に見ていただけたら、ハルピョンの、まあ、もしかしたらやるかもしれないドヤマ終わった後の配信の時になんか楽しめるかなと思います。ただそのちょっと見たいなっていう気持ちがある人は、今後ね見たいなっていう気持ちがある人は、まだ見てないけどっていう気持ちがある人は絶対に最終回見ない方がいいです。その全部1話から順番に見てちゃんと見た方が絶対いいので、犯人知った上でもうもちろんもう一回見ることはいつでもできるけど、犯人知らない気持ちで見ることっていうのは1回しかできないから、そうだからそっちの方がいいので、そうですね、そうしてください。ということで、それでは最後に、あ、キャッチフレーズでも私、そうだよね、私の都合で今日はなんか2回に分けて配信してるので、まあ、2回合わせたら8000人いったのでキャッチフレーズしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さんありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。